アユ釣り専用ルアーリアユ、こちらの特徴を簡単に説明したいと思います。まず一般的な、アユ釣り用ルアーと大きく違う点なんですけども、ボディ素材に非常に柔軟でかつ強度のある高耐久性シリコンを採用しております。鼻管仕掛けをそのまま流用できたり、例えばアユがかかった際に、ちぎれて飛んでいくというようなトラブルが、まずなくなるということで、このシリコンの素材をボディに採用することにしました。普通のプラスチック製のルアーとは違いまして、非常に柔らかい素材ですので、例えばこう底石に当たったような際に、カチカチという音が響かないサイレント仕様に、なってます。まあそこでやはりアユに警戒心を与えないという大きなアドバンテージが挙げられるのではないかと思います。このリアユですけども、シンカーが、このポジションに内蔵されてますので、シズムタイプのルアーですね、シンキングタイプのルアーになります。水中に入ってしまうと沈んじゃいます。そこでテンションをラインのテンションをきれいにかけてもらうと、流れの中でこういうようなアクションでアユがぶつかっていくと、そこにかかっちゃうというのがこのリアユ、アユルアー釣りの仕組みになります。サイズラインナップにつきましては、こちらの 105S、小さいサイズとこちらの、125S ですね、やや一回り大きいサイズの2サイズをラインナップしております。でさらに、カラーラインナップをそれぞれに3色ずつ、ご用意しておりますので、川の水量や状況、アユの活性とか、状況に合わせて使い分けていただければと思います。それではリアユの具体的なセッティング使用方法について説明したいと思います。まずこのリアユを使用するにあたりまして、こちらのようなアユの友釣りに使う鼻管仕掛けと言われてます、鼻管と酒針のついた仕掛けがまず必要になります。こちらにつきましては、このようにリアユ専用の鼻管仕掛けや掛け針、こちらはまあチラシタイプになるんですけど、こういうものも用意しておりますので、ぜひ使ってみてください。さて、まあこのセットの方法ですけども、リアユそれぞれにつきまして、ここに、鼻管をセットする穴といいますか、スポットが設けられています。こちらの上から行って3番目とか4番目のあたりに、鼻管をセットする形になります。こちらのように鼻管をこのスポットですね、こちらにセットしていきます。うっさりさせてください。こちらで鼻管がセットされました。でさらにアユの友釣り、おとりにセットする方法と同じく、この酒針を、尻びれのリアユの尻びれのあたりにセットします。セットの方法はどういったパターンでも大丈夫です。こちらは、尻びれに沿って沿う形でセットしております。あと、シリコンボディならではで、例えばこういうところとか、こういうところとか、例えば背中側、
こういうところにも酒針がセット可能です。柔らかいがためにどこにでもセットができます。そしてこの怒りですね、今回は怒りをサンプルで使ってますけども、チラシでも結構です。こういう形で使用します。そして注意すべき点なんですけども、鼻かんのこのポジションです。引っ張られた際に、引っ張った際に必ず、この鼻かんの結びの位置、分かりますかね、結びの位置が、この結んである位置、この角のポジションが必ずリアユのセンターに位置するようにセットしてください。これがこういうふうにセンターからずれたりしてしまうと、水面から割って飛び出したりとか、変な泳ぎ方をしたりとかということになりますので、必ず鼻かんの結びの位置をセンターに来るようにセットするのがポイントです。